水野信元は戦国時代の大名。水野忠政の次男。母は松平信貞の女。署名は中次通称は東四郎。受領名は下野守。妻は松平信貞の女。天文12年、父、忠政の死去を受け、水野宗家の家徳を継ぎ、終わり国地田軍東部及び三河国壁海軍西部を領した。 天文二十一年三月八日付の前道寺への治療期心が信頼できる初見の記録である。いぼ妹にお題の方がおり徳川家康のお父にあたる。信元が家督を継いだ時の水野氏は、宗家の小川水野氏のほか、狩り父、忠政は松平氏と共に今川氏についていたが、信元が小川水野の家督を継いで間もなく松平広忠に、と継いだ。 信元の妹のお題の方が離縁されていることから、家督を受け継いだ当初より、終わり国のお出しへの協力を明らかにしていたと考えられる。また、もともと、水野氏と松平氏の婚姻同盟自体が広忠の、おじで、後権役でもあった、松平信隆が推進したもので、天文12年に広忠が信隆を追放していることから、 松平氏の外交方針に変化が生じたとする説もある。なお、松平家広の嫁いだお竹の方も離縁されたと伝えられているが、家広は離縁せずに信元と共に小田氏についたとする説もある。妻の実家である桜井松平家は宗家の広田だと関係が悪く、一方で小田氏とは婚姻関係にあったために、信元もその縁を利用して、 小田氏に接近して、地田半島への勢力拡大を狙ったと考えられている。また、地田半島の講和や諸崎には、戸田氏の分家の拠点があり、信元が半島を平定するには、戸田氏との対立は避けられなかったことから、水野氏、松平氏の問題だけではなく、戸田氏や同志と対立する牧野氏との関係も考慮する、必要があるとの指摘もある。なお、 水野氏は、織田氏と対抗するために、松平氏とだけではなく、斉藤道蔵とも同盟を結んでいたようであるが、当然この同盟も破棄されたと考えられている。信元は、織田信秀の三河信仰に協力するとともに、自らは、北半島の征服に乗り出し、松、天文12年北軍宮津城主の新海厚しなを、攻める。新海は幸福勧告を断り、討ち死にした。 信元は、宮津城を廃止亀崎城を築き、城主に稲尾正勝を入れた。同年、成岩城に相対した小山に取り出を築き、榎本良縁園を滅ぼす。成岩城主は、横根城より、水野家の親梶川秀盛が首相として入城した。さらに、下軍長尾城主の岩田康弘を包囲。城主、岩田康弘は、今川家に援軍を求めるが、 水野勢に対抗できず降伏した。康弘は出家し、高市帝と名乗った。分流である、常名水野氏三代目の水野森高には娘を、とつがせ、これで、半島を横断路は、信元のものとなった。常名水野氏は、現在の半田あたりまで勢力を伸ばし、王の内海の佐実氏と対抗関係にあった。信元は復帰上手の戸田法運を攻略。 さらに、講和の戸田氏を攻略するため、フット城を築き、弟の水野氏文を、城主の任に当たらせた。これらの勢いに押された戸田氏は戦いに敗れ、復帰、フット、北方を失い半島における戸田氏の勢力が、衰退した。さらに、天文16年、田原城主、戸田康光は、岡崎の松平氏から、駿河国の今川義元のもとへ人質として送られる。 松平武千代を強奪。これを手土産に織田方に転じるが、今川氏に攻め滅ぼされ討ち死にする。追い詰められた北半島の戸田氏は、信元と講和を結び、講和を残すことを図る。そこで、講和城主、戸田森光は、信元の娘、妙元を妻にめ取りむことなって、水野氏の一族に連なった。信元は、下半島南部でも、野間を支配下に入れ、 大野佐治氏とも和解した。これにより、北半島は、常波水野氏、大野佐治氏といった独立勢力性の強い皇族は残っているとはいえ、婚姻を結んでいる信元は、北半島の覇者となった。信元の協力を得たことで、織田信秀では、三河に進攻する。中でも、織田信長の偉人とされる天文十六年のキラ、大浜出陣は、同地が 水野市の領土であることから、水野市への援軍であったと考えられている。しかし、天文18年11月に、今川市に安城城を脱回されてからは、情勢は、小田市に不利となる。この頃、今川軍が、刈谷城を一時的占拠したことがあり、ほどなく、小田信秀と今川義元の和睦が成立した際に、水野市は、今川市の参加に入ることとされたとみられる。 天文二十年三月三日、信秀は流行病により末森城で急死し、信長が当主になるが、織田家は内紛に突入する。天文二十一年、小田方であった鳴海城主、山口京景府氏が今川義元の参加に入り、その策略で天文二十二年には大高城、靴掛城が今川方に奪われ、北半島西川の寺本城主花石も今川方に、 転じた。一方で、小牛松平家が小田方に離反するなど、信長による巻き返しが活発化し、この頃に、信元も小田方に復帰したと見られている。天文23年、重原城も今川方に攻略され、小川城は寺本城、矢部城、重原城に囲まれ孤立。刈谷城も包囲。今川氏は水野信元を攻め滅ぼさんと計画したのである。 さらに、今川氏は、重原城、同年1月24日、信長は、居城の守りを、斉藤道造からの援軍に任せるという、思い切った策で援軍に駆けつけると、信元と協力して、村木取を攻略し、これ以降、水野氏の織田家へ従属性は強まったと言われる。織田陣営は勢力を盛り返し、三河国池小い船を取り戻す。今崎城には、 織田の将兵が入り、水野配下では、牛田城の牛田正を置き、坂部城の久松利勝、知竜城の長見忠枝などが知られる。信元はさらに、奥平貞勝を、織田陣営に寝返らせる、永六元年、今川氏の命を受けた松平氏の軍と石が瀬で、戦い、初陣である末程の忠しが一番槍の勲功を、挙げた。永六三年、桶狭間の戦いが勃発。 この戦いの最中、信元がどこにいたか不明だが、戦場となった桶狭間は、水野家の家臣、中山正留寺の領地であり、中島取を守ったのは、梶川隆秀、梶川和秀。丹下取を守ったのは、水野立脇であり、織田軍にあって一番主の手柄を取ったのは、水野清久である。戦後、今川の将兵を海洋隆起が弔っている。 桶狭間合戦の勝利後、大鷹城にいた今川方の松平元康を落ち延びさせてやり、大鷹城に一門の水、野本氏を入れる。今川方の岡部元信が反撃に転じて、狩野城を攻略。水野信親は内死にした。信元は直ちに、信親の支給と狩野城を取り戻す。この結果、小川の信元が狩野城を接収することになった。 重原城も信元が奪取した。同年6月18日に松平元康が重原城に攻め寄せるも、これを撃退した。水野信元と松平元康は、織田と今川の代理戦争のように、狩野城外や石ヶ瀬川など、尾張南部及び西三河の国境周辺において戦っていたが、桶狭間の戦いによって、今川、武田、 北条の三国同盟陣営は弱体化し、さらに松平元康が今川家から独立してしまう。その上、同年5月から上杉謙信の関東出兵が始まっており、この情勢下において北条氏康は永禄4年に、信元へ、松平の裏切りは嘆かわしいことである。自分自身が出馬しようか、と今川、松平の和解に向けた協調を呼びかけている。 A65 年、信長と家康が清須同盟を結ぶ際に、その仲介役となり、信元は家康が三河を平定した後も、家康の相談に乗るなど強い影響力を持っていた。この時期、弟の水野忠重といとこの水野清久が連れ立って、信元の下を去り、家康の下に転じた。A66 年、家康が三河一向一気に苦戦すると、 信元は家康に援軍している。将軍、足利義明が、義輝時代の武家秩序を模したという、永六六年書役人府には、信元が、戸様衆として登録されており、少なくとも、義明段階では、幕府直進の地位を得ていた。実施に先立たれていた信元は、永六十年頃に家督を、養子の水野信政に譲る。この、信政の父は、 桶狭間合戦直後に、狩屋で討ち死にした、信地下である。つまり、小川水野氏の信元が、狩屋水野氏の所領を接収するにあたり、その後継者を養子に迎え、小川、狩屋領家を融合させるという形式を整えたと、伝わる。A61 年には、信長の上落に従軍。その際に信長とは別に朝廷に対して2000匹の献金を行った。 元気元年の姉川の戦いにおいて、沢山次郎を攻め落とした。元気三年の三方ヶ原の戦いに援軍として参、陣した。信元は老城戦を主張し野戦にこだわる家康と対立したが、結果として野戦で敗走し憔悴した家康に代わりしき。夜の浜松城に大松明を焚き鉄砲隊を廃し、武田軍を威嚇をして、窮地を脱している。 天正二年の長島一行一騎討伐の際には、篠の汗公衆に加わっていた。なお、同年三月二十日、足利義明より信元に、おうち書きが使わされた。意訳すると、武田勝頼と協力して、信長を討伐せよ。異切は、一式藤永が申しますというものであり、義明から家康に使わされたおうち書きと、ほぼ同文であった。 天正3年5月21日の長篠の戦いに参加。当時の信元の国高は24万国と称される。信元の母大寺である両言寺、天正3年12月、信長の武将、佐久間信盛の残言により、武田勝頼の武将の秋山信友との内通や、兵糧を輸送した疑いで、信長の命を受けたお家康によって、三河大樹寺において殺害され、 同時に、養子の信政も、養父と共に切られた。墓所は、愛知県刈谷市天皇町の両権寺。法名は、信元院伝大英館公大古寺。資格役を命じられた平岩近義吉は、信元を切った後、かばネを抱き上げ、信元殿に支援はないが、訓名によりやむを得ず歯を向け申したと、涙ながらに詫びたという。案内役をしていた。 久松としかつは、かかることとも知らずして、真元もとかえ来て打たせたりしことの無残さよ。世の人の帰り行きかんことも恥ずかしとて、徳川殿を深く恨み、仲たがいこそしたりけれと述べて、出奔してしまう。夫に出奔された妹のお台の方と、その子供たちは、家康の下に引き取られた。兄を殺された、お台の方は、石川一わを深く恨み、これが、 後の家康着男、松平信康とその母、月山殿宿生や石川和正の出本の原因と考える人もいる。水野領は、佐久間信盛の領土となり、年勝の長男、久松信年は、信盛の指揮下で、石山本願寺と戦っていたが、天正五年、かつて九将家が一向を胸を保護していたことを理由に、信盛の残言を受け、 信長から、無本の権威をかけられ、憤慨して、人中で自害してしまう。そればかりか、その直後、あぐいに、久間勢が攻め込み、信年の子供二人も殺害されてしまう。その時まだ胎児であった子供がその母と共に助かり、その子孫は後に、伊予松山藩に仕えたという。また、天正六年無本の噂が上がった、荒木村重が、信長に弁明に行こうとするのを、 家臣の中川清秀が、行けば殺されると還元したのは、信元祝清事件を念頭に置いたものと考えられている。荒木村重の容疑は、水野信元の容疑と全く同じである。天正8年信長は、佐久間信盛を追放した。信長による19家条の石棺上には、1、水野信元死後の狩野を与えておいたので、家臣も増えたかと思えば、そうではない。 水野の急進を追放しておきながら、後目を新たに設けるでもなく、結局、追放した水野の急進の治療を信盛の直轄としてしまうのは、言語道断、という一文がある。さらに信長は、信元が冤罪だったとして、家康の下にいた、信元の末弟忠重を呼び寄せて、給料を与え水野家を再興させた。松平木が知す信元殺害の原因は、 秋山信友が攻略した、美濃国岩村城を、天正三年に、信長が異常した際、水野領から、食料の調達に応じるものがあり、これを聞いた、佐久間信盛が信長に対して、信元の内通を訴えたというものである。信元の死後、その所領は、信盛が失脚する天正八年までの間、佐久間領となったことが、小川狩りや後職申し付けとの、 信長後期の記述より推測されている。信元の死に、佐久間信盛が関与したかどうかはともかく、この出来事は、三河からの武田氏の脅威が除かれた時点で起こった、ことから考えて、終わり、三河において信元が持つ権力の排除が、目的であったという見方もできる。新編東浦調子本文編は、信元殺害が、織田、徳川双方の合意によってなされたものであるとする。 現存する文書から、彼が、三河の両国支配に関与していたことが推定でき、後に、彼の存在が、織田、徳川両家にとって目障りかつ不要なものとなっていたのではないかとも推測できる。信元はレンガを通じて、里村城派とも交流があった。富士見同期によると、水野家は、家中の者たちも好き者が多く、万里集区、アスカイマッサヤス、総長の来訪記録があり、 文化人のパトロン的な存在であった。特に総長は大英7年4月に、カリアの水の泉守家に投留した折、土産にと500匹、去年の上りにも千匹花向け、以下の保温、総じてこの年万匹にも及びハベラム恐ろしのと、恐縮していて、その財力の豊かさが想像されるが、信元を含め、当時の水の市自体の文芸はほとんど残されていない。 信政、某、十郎三郎、剣物、森の次の妻、荒尾義継の妻、大前、義盛の妻、戸田孫八郎へ、靖の妻、大崎七郎右衛門正義の妻、安倍節津守信盛の、養妹、鈴木愛知右衛門、重政の妻、寺沢島守光生の妻、彦三郎、元京の妻、鈴木倉之助重信の妻、重郎平兵衛。 以上3名の男子と10名の女子が、関西府新定六官37校に掲げられている。なお、水野家の家父によると、信元の罰子は、土井利政の養子となった、土井利勝であるという。しかし、土井家の家父にはその旨の記載がない。ありがとうございます。